それでは動物関連キャリア概論第2回の続きを始めましょう。今回は、特徴ある機関組織としてですね、山田三八農園、野間馬ハイランド、広島にある産肉能力検定所、そして産後産業技術総合研究所ですね、産総研の四国センター、大豊薬品工業、日本食研、動物園として愛媛県立の鳥羽動物園と池田動物園、教育機関として加計学園の生命動物教育センターと愛媛大学の沿岸海洋科学研究センターについて紹介したいと思います。最初に山田ミツバチ農園です。ミツバチというと獣医とあまり関係がないように思いますけれども、ミツバチのフソ病は OIE ですね、国際獣疫事務局、あるいは現在は世界動物保健機関と言われますけれども、ここで述べられている国際的な越境感染症、国境を越える感染症リスト A という最も重要なものとリスト B、C とありますけれども、このリスト B 感染症にミツバチのフソ病というのが書かれています。また、国内の家畜伝染病予防法の法定伝染病にも含まれています。間歯伝染病は国内ではこの法定伝染病と届出伝染病と2種類ありますけれども、ミツバチでは届出伝染病として真菌が起こす腸腔病、やはり真菌が起こす野島病、昔は原虫と考えられていました。そしてバルア病、ダニ、この3つが届出伝染病になって、獣医師はこれらの疾病を発見した時には届出、あるいは電群投打という措置を取る必要がありますし、OIE に報告する義務があります。山田ミツバチ農園の事業内容は、ミツバチの飼育、農産物の生産販売、そして観光農園という多岐にわたる内容で運営されています。隣に大きなミツバチの研究所も一緒にあります。この農園の、理念というのは非常に本質的なことが書かれています。読み上げてみますと、養蜂業を通じてミツバチの自然との調和の姿に触れ、自然環境の大切さを知り、謙虚に学ぶことが企業活動の規範になっています。そして、ミツバチを通じて学んだ、自然への感謝の畏敬の念、社会に対する奉仕の気持ちを常に心に刻んで、自然と人間社会との調和に貢献することを目指すということになっています。そして、ミツバチのように勤勉に創造的に持ち得る限りの知恵と力を結集して、自然の恵みを人間社会における最大の価値である心身の健康に広く役立てることを使命とするという、非常に理想の高いというか高貴な理念が企業の理念になっています。養蜂場の獣医についての必要性は、なかなか獣医の世界でミツバチというものが知られていないということもあって、山田養蜂場には常勤の獣医師はいません。また、日本には蜂を専門としている獣医師もほとんどいません。実際に、病気等が出たときは、養蜂家が病気を診断し対処しているというのが現状です。将来、薬を処方する時期を見極めて、養蜂家にアドバイスできる獣医師が必要であるというふうに思われますし、養蜂業界でも求めているというのが現状です。
続いて、ノマウマハイランドについて紹介したいと思います。これは、大学から車で10分くらい、ノマにあります。割合近くにある、ところですけれども、今治キャンパスでは純正化教育科目としても取り組んで、先輩たちが取り組んでいます。ノマウマは、国内8番目の日本在来馬、小型馬に認定され、今治市の指定文化財になっています。市民に愛されておって、ハイランドは野馬馬を間近で触れられる乗馬体験、あるいは、子連れで楽しめる施設として、人気が高いところです。職員数10人、飼育頭数50頭、野馬馬は一時、絶滅危惧をされました。4頭までに減ったわけですけれども、まあ、保護され、現在、ここで50頭が維持されています。また一部は、国内の動物園にも、分与されています。来場者は年間約12万人。ノマウマは、まあ、ポニーよりは大きいですけれども、割合頭の大きいおっとりした馬で、性格は非常におとなしいです。体格は小型で、体高、体の高さですね。これが120センチ以下で、頭が体に比べると大きいという特徴があります。4頭から発した割には、毛色は多様で、影、足毛、青毛、栗毛等があります。蹄は非常に硬くて、蹄鉄は不要です。もともと農耕馬で、いろんなものを運んでいたということがあって、力は強くて、70から80キロの重さのものでも耐えられます。純正化教育としても野馬馬の保全に取り組んでいるわけですけれども、まあ、その理由としては地域の財産であって、またアニマルセラピー、あるいは展示動物、教育の材料として価値が高いと。また、地域に根付く遺伝的に固有な動物で希少な存在であるという、まあ、学術的価値も高い。まあ、施設、人件費などが限定されているので、まあ、天然記念物という格好にはなっていますが、繁殖が難しくて、まあ、現在なんとか現状を維持しているということで、まあ、期待される獣医師の役割としては、伝染病に対するチェック、獣医師による定期的な検診、そして健康管理の指導、繁殖出産の支援等が要求され、獣医学部では市とともにノマウマハイランドの維持に取り組んでいるというところです。少し変わったところで、広島県の三肉能力検定場というところがあります。これは家畜改良事業団の傘下にある組織で、まあ、目的としては有料な種畜の利用による家畜改良の促進、畜産振興ということになります。事業内容としては、計画交配によって候補となる種オスの牛の作出、能力が優れているかどうかというのは、その牛が次の世代の、まあ、産んだ子供の能力を評価して、前に戻って親牛の能力を検定して、優秀であれば種牛として残していくという考えで、高大検定による優良種オスの選抜ということをやっております。また家畜の改良に関する調査研究、家畜の能力検定から、ハエあるいはハエ群子を残すための、まあ、人工受精用の精液、受精卵の生産、購入、販布、家畜の改良繁殖に必要な動物用医薬品を、購入、販布というような役割を果たしています。まあ、実際の検定としてはデータを収集するということで、定期的に、体重、体高を測定して、何回か出荷まで測定します。体型の評価、見た目の部分、それから、最後に差しを入れるために、ビタミン A の欠乏症を起こすので、
ビタミン A 濃度測定から出荷牛の毛根採取で後でゲノム分析に使うということです。で、出荷された牛は、土地区解体されて枝肉評価に入ります。この時、まあ、英語から始まるわけですけれども、その優秀さは霜降りの度合いの高さ、そして枝肉重量の大きさで判断されます。最初に言ったように高台検定ですので、子牛の能力をこの調べることで、高台の系統情報から乳牛の努力を推定して、優秀であれば種牛として残すという形になります。この検定所における VBP と獣医師の役割ということですけれども、まあ、産肉能力検定所では、実際には職員が獣医師の指導下で投薬を行っています。 VPP が牛のケアとともに飼料管理のほとんどの責任を負っていて、活躍する場が、その幅が非常に広いというふうに考えられます。また、獣医師 VPP が新規のこうした畜産技術開発に関わることが結果的に畜産の発展となりますし、産業動物獣医師はワクチン接種、あるいは病気の牛の治療、除学の指示等を行っているということです。これもまた少し経路の変わったところで、今治にある日本食券ホールディングスというので、日本食券のこの、キャラクターはテレビで、よく見る、東京でもよく見て、今治に来るまでこれが、日本食券の、キャラクターであるということは知りませんでした。非常に、大規模に展開していてですね、この間、あの丘の上に新しく、シェンブルグ宮殿が建ちましたけれども、本社の方にはベルベデル宮殿という、まあ、なぜ研究所を含めて宮殿を建てるのかという説明はホームページに出ていましたけれども、食というのはヨーロッパの貴族のこういう宮殿を持つ富豪あるいは王族の料理として始まったという考えで研究所を宮殿にしてしまったということだそうです。本社は愛媛と千葉、支社はそこにあるように、支所は非常にたくさん国内海外にあります。食券グループとして、国内297カ所、海外39カ所で、その売上というのは1122億という、すごい、高さになっています。まあ、有名なのは薬肉のタレで、国際的にも有名です。ほとんど完全に、工業化されているというか、非常に、観光バスも止まる名所ですので、外から製造過程が全部見れるようになっていますけれども、非常に清潔に、維持されているということが分かる、組織ですね。まあ、基本は焼肉のタレあるいはハム、ソーセージですから、まあ、食品安全が基本になります。個人の衛生管理と施設の衛生管理が行われています。作業服の、着替え、体調のチェック、まあ、サーベイランスですね。そして飲食可能な場所の限定という、パーソナルプロテクションと、それから、施設の衛生管理としては HACCP と、それから、SSSC の2万2000を取って、食品安全管理の国際規格を取っています。獣医師 VPP の活躍分野としては、企画研究開発、そして、食品衛生管理、食品衛生責任者と、食品衛生監視といったような役職があります。また食品安全の検定、品質管理検定、
食品微生物検査技師なども獣医師 VPP の日本食研における活躍分野というふうに思います。話が変わって四国の産業技術総合研究所四国センターというのがあります。産業技術総合研究所本所は筑波にありますけれども、これは経済産業省の研究所で、ここと物生研と2つですね、経済産業省の研究所はそんなに多くはないので、ここが産業総合研究所が最大の研究所で、そのうちの関西と四国に支所がありますけど、北海道にはありますか、これは四国センターです。経済産業省ということもあってですね、基礎研究の研究内容をすぐにというか具体的に商品化、産業化するための研究所ということで、大学と企業、産業をつなぐ研究ということで、いろいろな実用に使える技術ですね、デバイスの開発が主になります。研究は人間を対象にしていますけど、獣医療への応用も期待されるというところがあります。また研究用の実験動物も多数保管しております。筑波にも四国にもあります。厳重なルールの中で管理されているということで、私と大和田先生は筑波の方の本所の産総研の実験動物委員会の委員をやっています。いくつか面白い研究を紹介しますけれども、生態ナノ計測研究というのがあって、健康を可視化したいというので、重量的観点から見るなら、より検査対象に負担をかけない検査という格好で、いろいろな、材料を使って、ナノレベルで可視化しようというものです。2番目は、かなりいろいろな、医薬品の研究所を含めてやられています。バイオマーカーを対象に診断研究をしようというもので、これは広い範囲でやられていますけど、産総研が得意とするときは、ところは特に高度な検出デバイスを開発するというので、そこの図にあるようにスライドグラス風のところに多数の資料を一気に解析する、あるいは1個の資料を多方面から解析するというようなデバイスを作ったりしていますし、ここにあるようにがん細胞の浸潤に関与するマーカータンパクの、可視化というようなことをやっています。また、細胞光シグナル研究というのがあってですね、これも、生体機能を可視化するというので、いろいろな色の発光レポーターを、細胞とかあるいは動物そのものに入れて、生体内で起こる反応をその色素で可視化しようという非常にユニークな試みです。その他、生物系だけではなくて物理化学系を含めていろいろなデバイスが開発中で、ちょっと毛色の変わった研究所というふうに言えます。もう一つの研究所は、これは大豊薬品工業の安全性研究所です。重点研究分野としては、免疫アレルギー、泌尿器疾患、がん等を対象に、製薬企業ですから、薬品開発と前臨床のための安全性研究所があります。ここを通れば、臨床の方の第1相から3相、治験まで経て、薬事審議会にかかって承認されれば、市販されるというステップを取ります。その、前臨床としての安全性研究をするというのが、ここの、主な分野になっています。研究員としては獣医師4人、薬剤師が1人、臨床検査技師4人、実験動物の一級技術者、VPP の1つの分野になっていますけど、これが14人、博士8人、専門資格取得者16人という構成です。
主にやられているのは毒性評価の部分、それから試験物質の調整、臨床検査、病理標本と病理検査と、実際の動物等と、実験動物を使うところというふうに分かれています。まあそれぞれの、役割というのは、毒性評価は、前は動物を主に使っていましたけれども、まあ、3R の中の、まあ、代替ですね、リプレイスメントとして、人そのものの細胞を使うという、まあ、人の iPS 細胞を使って毒性評価をしようというような分野が新しく動物実験に加わっています。まあ、試験物質は投与物質の調整をするところ、臨床検査のところは、まあ、主に組織あるいは動物の血液を用いて毒性評価を行います。まあ、病理は病理組織検査、動物等には、実験用の小動物マウスラットと非げっ歯類の、犬猿豚等が、飼育されています。まあ、獣医師と VPP は、まあ、ここの安全性研究所の中核的な役割を負うになりますけれども、まあ、人の医薬品開発のための各種実験動物を用いた有効性、安全性、代謝研究を行うと。実験動物のそのための適切な維持管理、病気の予防、診断治療という役割をしなければなりません。また、各種の手術、あるいは病理組織学的検査、薬物投与、採血、症状観察、臨床検査、まあ、必要であれば眼底検査、心電図検査、画像解析等の役割を担っているということになります。ここから2つ動物園について紹介したいと思います。1つは愛媛県立の砥部動物園です。飼育頭数150種750頭、職員は飼育員が33人、獣医師3人、事務が13人、施設管理者2人ということです。まあ、ここの動物園のエビデンスとすれば、世界で唯一の日本カワウソを飼育していたと。これはここの前身の道後動物園時代ですけど、まあ、すでに日本カワウソは絶滅危惧種ではなくて、滅びてしまった絶滅種になっています。また、日本で初めてホッキョクグマの人工保育に成功したと。これはピースですけれども、確か先日、満20歳になったという誕生祝いをやってたような記憶があります。獣医 VPP の役割としては、疾病の予防治療、各種動物への各論対応なので、これは動物園の獣医さん、あるいは VPP は非常に大変ですけれども、動物種が違うので、それぞれに対応した予防治療を施さなければいけないと。両生類、爬虫類、鳥類、一部魚類もあるかもしれません。感染症の回避ということで、高病原性鳥インフルエンザについては、ネットで野鳥の侵入防御になります。動物園の鳥は、家禽ではないので、農水省は責任を持ってくれません。また野鳥でもないので、環境省も責任を持ってくれないということで、自己防衛をしなければいけないという苦しい立場にあります。そして保健標本作成、まあ、これは、死因の究明もありますし、来園者への対応として、そこの写真にあるような標本イベント利用という側面もあります。展示動物の繁殖育成で、繁殖例としては、砥部動物園はアフリカゾウ、人工授精としてはテナガザルの成功例、人工保育は先ほど言ったホッキョクグマ、ピースの保育例があります。あと、傷病鳥獣保護、あるいは野生動物保護、来園者への対応、ふれあい広場というようなことで、まあ獣医あるいは VPP の学生に人気があるのは、この紹介を見てもよくわかります。先輩からの、
言葉として動物園獣医師 VPP になるために必要なことは何か、大学で学ぶ全ての学習科目ですね、から生物学、博物学、語学力、そして来園者等との対応も含めたコミュニケーション力が必要であるというふうに述べられています。もう一個は株式会社の池田動物園です。動物飼育頭数が105種550頭、職員は飼育員11人、獣医師1人と非常勤獣医師が1人、特徴は山を生かした動物園ということになっています。割合住宅地に近い、またそのためもあって地域密着型の動物園です。動物園の役割としては憩いの場、教育学習の場、調査研究の場、種の保存の場という、4つを掲げていて、これは他の動物園でも基本的にこの4つを挙げられると思います。池田動物園としては家族連れで楽しむ、ボランティア主催のイベント等もよく行われています。教育としては社会科の見学、動物の形態生態、調査研究としては全国の動物園獣医師との情報交換、種の保存としては絶滅危惧種の交換ということでブリーディングローンをやっています。ただここはかなり厳しい状況でですね、池田動物園には結構課題が多いところです。動物の老齢化、施設の老朽化、入園者数が減少して財政赤字で、人手不足というかなり改革が必要と言われています。どう対応するかという、明暗が旭川動物園のようにあるわけではないんですけれども、高齢動物への手厚いケア、ブリーディングローによる種の保存、できれば公営化、企業の支援とかボランティアの支援というのが必要であるということですけれども、誰かここを立ち直らせる希望を持って動物園に入ってもらうとありがたいというふうに思います。あと2つになりますけれども、1つは家計学園の生命動物教育センターで、これは所属としては岡山理科大工学部のバイオ応用科学科です。公的環境水を作った山本先生が率いるセンターで、ミッションとしてはフィッシュプラントで、前に中山牧場へ出てきたあそこのリーダーも実は工学です。彼ももともと工学部の出なので、生物学というよりは話してみると工学的なものの考え方でフィッシュプラントを作ろうという、それによって世界の食糧危機を救うんだというので、東南アジアをはじめ、確か先日モンゴルでありますけど、モンゴルにも支援しています。特徴は2つですね、公的環境水を使うということと、閉鎖循環式の陸上養殖をするというので、岡山理科大では約1年水替えをしないという、工学ならではの、脱窒素系を含めたり、脱塩系のを含めた、実際の養殖場の裏の施設が非常に、工学的に凝った、施設になっていますけれども、公的環境水のメリットとしては、病気になりにくいと、病原菌が生育しにくいっていうことがあるかもしれませんけれども、病気になりにくいのと、海から離れた場所で、海水魚を飼育できると。公的環境水は、頭頂液なので、淡水の魚も海水の魚もどちらも住めるというのが特徴です。浸透圧調節をしないで済むということで、ストレスが少なくて成長が早いという特徴があります。これは多分山本先生のコメントだろうと思うんですけれども、獣医師と VBP の仕事はと学生が聞いたのに対して、本来水産も獣医師の仕事で、海外では獣医師が担っているんだよというふうに答えられたようです。
これが最後になります。愛媛大学の沿岸環境、科学研究センターという非常にユニークな、センターがあります。ここが持っている50年来のバンクがここに書いてありますけど、魚介類から、非生物まで、種数と、その飼料数の凄さが書いてあります。合計生物種としては1495種、飼料数としては1、10、100、1000万、10万、13万5379という、丸ごとの動物もそのまま凝っていると。確か、宇根先生のチーターかな、もうここにいたような気がします。センターの組織体制としては、環境動態解析部門が8人、化学汚染毒性解析部門が20人、生態系解析部門が7人、国際社会連携部門が4人、その他19人の合計58人という非常に大きなセンターです。センターの研究の概要を述べますと、名前の通り、沿岸環境科学ということで、海の生態、環境問題の発生機構を総合的に物理、化学、生物学的側面から解明するという基礎的研究分野です。もともとは瀬戸内海を研究フィールドとしてスタートしたけれども、その後、全世界の海に散ったと。そのきっかけとしては、内分泌かく乱化学物質ですね。これに代表される有害化学物質による汚染の研究が必要であるということで、海を中心に全地球規模で生物や環境資料を収集分析するということをやってきました。深刻化する環境問題、特に海洋環境の汚染という問題で、社会的要請が高くなってですね、平成11年度にこの沿岸環境科学研究センター、センターフォーマリンエンバイロメンタルスタディーズという CMS というのを設立されて、ちょうど21世紀のきっかけのところで、21世紀の COE プログラム5年間、大型プロジェクトになりますけど、その後、組み替えたグローバル COE プロジェクト、また5年間に採択されて、言ってみると分かりますけれども、この生物環境資料バンク、ES バンクと調査実習船のイサナーを有して、過去50年間、世界各地から収集した冷凍保存している資料を持ち、研究を進めているという非常にユニークな、一大学でこれだけのものが持てるのかと思うセンターです。ということで、訪問予定だった30の施設の紹介はこれで終わります。コロナウイルス感染症が収まったら行ってみたいと思っています。どうもご苦労様でした。